年謹慎中の女優、広末涼子、42、が過去に、韓国人俳優と不倫した疑惑を22日発売の週刊、文春に報じられた。追跡取材すると、この俳優は二児のパパだった。不倫疑惑が事実であれば、ダブル不倫は、同俳優と今回の不倫、チシェフの鳥羽周作氏、45、で2回目ということになる。広末をめぐっては、夫でアーティストのキャンドル・ジュン氏、49、が18日の会見で、広末が過去に不倫し、自身がその相手男性と、示談したことを明かした。男性の実名には触れなかったものの、発売中の週刊文春によれば、その男性は、韓国人俳優の姓が、ソイコール42だという。広末とのダブル不倫疑惑が浮上し、姓がすべての写真を見る、二枚姓がは、法政大学を卒業後、舞台を中心に活動。近年は、2015年の TBSK 日曜劇場、下町ロケット、昨年の NHK 大河ドラマ、鎌倉殿の13人などにで、演し、現在は、音楽劇、ある馬の物語、東京、世田谷パブリックシアター7月9日まで、で主演している。広末とは12年の舞台、僕に、炎の戦車を、で共演した。関係者の話。舞台では、激しいアクションと歌が求められてキャストは苦労したけど、稽古中にキャスト、スタッフで食事に行って、カンパニーの関係を成熟させました。その中で、広末は、星河と深い仲になったようだ。成川さんはインテリーで、普段口にする内容もどこか文学的です。私生活では妻、一男、一女の4人家族。広末さんがと、成川さんの不倫疑惑が事実なら、ダブル不倫は、鳥羽さんで2回目ということになります。同、星河の当時の所属事務所は、取材に、不倫の事実があったかどうかは、わからないですと回答。仮に事実であれば、それは、知らなかったですとした。ジュン氏は18日の会見で、広末の過去の不倫について、彼女、広末にわからない、ように、不倫相手のところに行き、決着をつけたこともあったと告白している。水面下で処理したようで、星河の当時の事務、ところが、知らなかったのも無理はない。まさかの流れ玉に困惑、する様子も伺える。星河の現在の事務所からは22日現在で折り返しはなく、広末の事務所は担当者不在とした。